因果は成立した。計画の最終段階について話そう。ダイバージェンスを変え、未知の世界線シュタインズゲートへ到達する計画だ。ちなみにシュタインズゲートと命名したのは俺だ。なぜシュタインズゲートなのかはお前ならわかるはず。特に意味はない。そうだろ。お前が立っているその場所は、俺たちがクリスを助けたいと願ったからこそ到達できた瞬間なんだ。俺の計画の下準備は完了した。あとはお前次第だ。最終ミッション、オペレーションスクールドの概要を説明する。確定した過去を変えずに結果を変えろ。ねえ、あれはあれでいいの？うん、多分ね。みんなと一緒にあれを見ることになる2010年の凛太郎は恥ずかしくないのかしら。大丈夫、その頃はもっとすごかったから。ああそう。最初のお前を騙せ、世界を騙せ。それがシュタインズゲートに到達するための選択だ。健闘を祈るぞ、狂気のマッドサイエンティストよ。エル、プサイ、コングルよし、あとは D メールと一緒に過去へ送信。ルカ子、送り先とタイミングを間違えるのよ。はい、今のは2010年の京馬さんの携帯アドレスへ。さっき撮ったイタルさんのムービーメールは2011年の鈴葉ちゃんへですね。ああ、よろしく頼む。お疲れ様。これでシュタインズゲートへの道筋はついた。今の俺にできるのはここまでだ。あとは2010年の俺次第といったところだな。おう。なんだ、随分暗いじゃないか。だってやっぱりみんな不安だもの。タイムマシンの試作機で
いきなり友人実験なんて。大丈夫だ。俺は有能な右腕たちを信用してるからな。絶対に成功する。あなたが死ぬのは2025年、この世界線ではそれが確定している。だからって自分から死にに行くような真似は感心しないわ。確かに俺はかつて鈴葉からそう言われた。2025年に死ぬと。あいつの話じゃ真由里をかばって暴漢に刺されるんだったかな。今この場に真由里はいないが、世界線は収束する。だから俺は今年で死ぬものだとずっと思い込んできたけどな。それは必ずしも死の必然とは限らないんじゃないか。この俺が2025年にこの世界線から消えるという選択もまた死と同じ意味に解釈できると思ったんだ。どういうこと？つまり2025年に俺がこの世を去るというのは、別に死ぬわけじゃなくて、記念すべきタイムマシン初号機に乗り別の時空間へと無事に旅立ったことを意味していたのだ。ものすごいポジティブシンキングだわ。でも仮説としてはありだろ。世界は騙せる。別の世界線から届いたそのメッセージが俺に勇気を与えてくれた。これから俺がやろうとしているのはオペレーションスクルドの実証実験みたいなものでもあるんだ。そう、確かにそうね。みんな、今日まで俺みたいな男によくついてきてくれた。だが神の摂理を相手にした戦いはまだ続く。次は2036年だな。それまでよろしく頼む。ワルキューレの健闘を祈る。よし、そろそろ逃げた人質を捕まえに行くか。鈴葉のこともよろしくな。任せろ。こいつに乗せてあるカーブラックホールのトレーサーがあればきっとうまくいくさ。
じゃあ行くよ。おう。待ってください。カガリ、姿が見えないと思ったらどこへ行ってたの？ごめんなさい、これを取ってきたんです。オカリンさん、持っていてください、お守り。いいのか？君の大切な宝物だろ。はい、だからこそです。絶対に返してください、ママと一緒に。わかった、必ず返すよ、必ずな。元気で。君もな、クリス。いや、魔法。ねえ。うん？シュタインズゲートは実在すると思う？マユリさんが死ぬことなく、そしてクリスも犠牲にならない、そんな狭間の世界線が本当にあると思う？あるさ、絶対に。泣くなよ。泣いてないわよ。いってらっしゃい。よし、全員下がれ。これよりオペレーションを開始する。なお、作戦名はオペレーションアルタイルとする。うまくいくわよね。大丈夫、キョーマは必ずやり遂げるにゃ。その通りです。不可能を可能にする人ですから。ああ、それでこそ僕たちのオカリンなわけでね。オカリンさん、オカリン！お前の死が確定してるとか、んなことどうでもいい！やっぱここへ戻ってこい！みんなずっと待ってるから、私も待ってるから、絶対に帰ってきなさい！Thank you.
宇宙に始まりはあるが、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ、最も愚かであるのは、歴史からも読み取れる。海に生ける魚は、陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは、そんな神からの最後通告に抗った者たちによる、執念のエピグラフ。Can't be controlled like a river, never stop.